どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回はこの小さなウクレレを使いまして、キッズからパパからママからおじいちゃんおばあちゃんまで、楽器やったことない方でもうすぐにあっという間に弾けるクリスマスソング、赤鼻のトナカイやってみます。皆さんちょっと練習してクリスマスパーティーでワイワイやっちゃいましょう。これできますからね。はい。コードといってここ押さえてる、こうよくね、こう押さえてるでしょ。これ3つで最初やりますよ。はい。ウクレレだけがすぐに色弾き語りっていうのを弾いて歌うことができる。他の楽器ではね、なかなかこうはいきませんからね。ウクレレはなんか優しくて簡単な楽器なんですよ。でも奥も深いんでね、ぜひ長く続けられると思うんで、ぜひこれをきっかけに始めてください。まず最初にですね、ここのリンク先に行ってください。ここのリンク先、ここに行っていただいて、まずチューニングってここクルクルしてね、音を合わせるとこからまずマスターしないと、まあ意味ないですから、合ってなかったら。それであとね、一番最初に覚える超簡単コード3つを覚えて戻ってきてください。そしたら、今からいけますからね。はい。それで、やってみようと思います。ポイントは大きい声で歌うことでございます。ぜひ皆さん、ゆっくり皆さんに合わせてやりますんで、ついてきてください。ではシンプル簡単バージョンをやろうと思うんですけど、あ、そう、後半はですね、ちょっとノリノリのかっこいいバージョン、コードもちょっと変えて、ちょっとウクレレ経験者の方に向けたバージョンもさらっとやってみようと思います。まずは皆さん、触ったことのない方が初めて弾く一曲ってな感じでゆっくりやってみますんで、よろしくお願いします。じゃあシンプル簡単バージョンが赤鼻のトナカイやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、サン。真っ赤なお花シンプル簡単バージョンやってみました。いかがでしょう。ちょっと練習したらきっとすぐできますよ。歌うのがポイントですからね。大きい声で歌う、これ忘れないでください。はい。そしてですね、今のね、赤鼻のトナカイさん楽譜を見せようと思います。これね、動画内のテロップで一緒に練習していただくのいいんですけど、いつでもどこでも YouTube 見ながらってわけにはいかないんで、自分のノートを作ってもらって、ね、書き出すんですよ。その時に頭の中すごく入るし、パーティーの時にその紙切れというかノートを持って行ってちょろちょろ見ながらだったらね、盛り上がれる皆さんと。はい。その時に書く時の参考になるように私のノートを見てください。早く鼻のトナカイ、はい、光ってますよ鼻が。はい。ワンブロック4回弾きますね。これ超シンプルですよ。はい、見ていってください。まず上の4行、一時停止でメモってください。はい、次のブロック、ほい、あ、こことここ見て、下に丸く囲ってるでしょ。これは後半やるかっこいいバージョン、これからやるバージョン出てくるコードなんで、ここは後で説明しますね。はい。で、ここをまたメモってください。いいかな。はい。じゃあ最後のブロック、繰り返しですね最後は。
はい、じゃあコードの解説。入門コードのさっき練習したよね。C と F と G7。この3つだけで今のはやりました。はい。次のステップいきますか。初心者の人はちょっとこれをやるのは難しいかもしれないですけど、いずれこういう風にできるといいなという感じで見ていただけたらと思います。で、ここからかっこいいバージョン出てくるんですけど、Dm と D7 というコードが足されます。これはですね、実はですね、このガズレレ必須コードというグループがありまして、これ8個のコードの仲間のことを指してるんですよ。今ご覧になってるガズレレ YouTube チャンネルで、もうね、私650曲以上今、簡単ウクレレレッスン動画アップロードしてるんですけど、その動画に合わせて、いろんな曲弾いてみたいなと思った時に、この8個のガズレレ必須コードを覚えとくと、あれーってぐらい、7割、8割、9割。結構弾けちゃうんですよ。そのコードの解説を以前私がめちゃめちゃ分かりやすくしている動画があります。そのリンクをここにクリック貼っておきます。ここ行ってみてください。そこでこのコードの使い方解説してますんで、今日はここは省きますけど Dm と D7 というコードが出てきます。このコードを使いまして、さらにかっこいいバージョンとしてやっていこう行こうと思うんですけど、あと問題なのはリズムですね。こういうリズムでやってみます。真っ赤なお花だんだんじゃじゃじゃんじゃじゃん。はい、これは8ビート、8ビートというリズムなんですよ、このリズムは。で、あとただの8ビートじゃなくて、やっぱりソリがね、こうシャッカシャッカシャッ、この見てください、アマゾンで買ったベルが大活躍、クリスマスの時にはいいですよ、これマジックテープでこう手首にはまって、チャッカチャッカチャッカ、普通のリズムってチャッ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 に対して、このリズムってチャッカチャッチャチャッチャチャッチャってこう跳ねてるんですよ。これシャッフルと言います。このリズムを、ガズレレに表現したのはルンルンビートということでございます。8ビートとルンルンビート。この2つを混ぜた弾き方なんですけど、ここのリンク先。このリンク先はガズレレホームページで、ウクレレでできるリズムのいろいろというホームページから、まずは8ビートをマスターしていただいて、マスターした後に、ルンルンビートというところを見て、ちょっとニュアンスをつかんでいただいて、そうするとこのリズムがなんとなくつかめるということで。はい。では、そろそろ行ってみましょうか。赤鼻のトナカイ。ちょっとかっこいいノリノリバージョン。出るも輝きがいいですよ。やってみる !2、1、2、3。真っ赤なお花。よかったですね、トナカイさん。サンタさんに褒められて嬉しいって。これはいいですよ。はい。どうですか、ノリノリ。この、鈴のネズもこう軽やかに、こう、ソリでこう、スイスイスイって感じが出せるといいと思うんですけど、この、シャッカシャッカシャッカ、跳ねたシャッフルのルンルンビート。これでこの、曲のニュアンスをまた高めていくということで。はい。赤鼻のトナカイ。いい歌でございます。皆さん、クリスマスだけではちょっともったいないけど、まあね、一年に一回のお楽しみ。で、まずはシンプル簡単バージョンやって、まあ、いずれはこういうふうにノリノリバージョンでできるといいかなということで、皆さんも楽しんで、ウクレレで、どんどん音楽やってみてください。さあ、皆さん、クリスマスは、ウクレレ弾いて、どんどん楽しいことやっていきましょう。他にもクリスマスの動画いろいろありますからね、チェックしておいてください。ありがとうございます。ズレレホームページドーンご覧になってください。ホームページのリンクここに貼っておきます。ホームページを見ていただくといろんなことが書いてあるんで、ぜひ行っていただきたいんですけど、お知らせとしては、はい、これ、ガズ CD 出してます。ガズレレの CD、レッツゴー最高、究極ゆりで2枚組の CD。同じ曲なんですよ。1枚の CD は作品として、もう1枚はその作品としての CD で弾けるようになるレッスン CD。すごく面白いからくりがあります。この CD はどういうために作られたかというと、皆さんがありとあらゆるところで簡単に歌えるために作る
作っておるわけでございますので、ぜひ皆さんご活用してください。来年日比谷の野音9月に押さえてますので、皆さんもぜひこの曲で参加してください。はい、この CD のレコ発イベントというか、レコ発じゃないな、タワーレコードというレコード屋さんの新宿店で1月17日にインストアライブ、インストアイベント、皆さんウクレレ持ってきて一緒にワイワイやろうというイベントをやります。ぜひホームページチェックしてください。はい、イベントをどんどんやってましてですね、来年の1月19日は大阪花博記念ホールというところでガズレレの大イベントをやります。皆さん来てください。その時とうとうボリューム5、さっきの歌本ね、この歌本ボリューム5の先行発売もありますからね、翌日1月20日名古屋でも、その名古屋でもイベントやります。ぜひあのホームページの方でいろいろチェックしてください。さあ本もね、いろいろ出してるんですよ私。はい、これはまず主婦の友社から、出ている、いきなりウクレレ地球一簡単、家庭音楽という本。これをガズさんはですね、病気になっちゃって白血病から、骨髄移植させていただいて、ここまで来てる過程で人生、音楽、豊かさ考え抜いた本、ここ書いてます。はい、こちらはビットミュージックという出版社から出ているウクレレ教則本です。これは月中ですよ。めちゃくちゃ簡単です。ぜひお手に取ってください。はい、ガズレレ歌本シリーズもとうとう来年5月が出るということで、まあ盛りだくさんな音楽人生を、音楽はね、聞くよりやった方がいいんですよ、皆さん。どうです?ウクレレだったら簡単にできますからね。他の楽器ではこうはいきません。ぜひ皆さん、どんどんウクレレ楽しんで、その楽しさをいろんな方に教えてあげてください。この YouTube もご活用ください。それでは皆さん、さようなら、バイバイ、またね、メリークリスマス、バイバイ。Okay.